芽が出る、それが生命の活動の最初、はい、目で見る、はい、が最初活動っていうふうに思うんですね、はい、それから花が咲きますでしょう、はい、そうすると人間も中心のところ花が咲き出てますから、まあ、出てない花が出てますね、出っ張ってますね、ですからそれは花というとかですね、はい、それからやがて実がなりますでしょう、そうすると耳、これが2つあるから耳なんですが、耳がよく聞く人を聞くっていうじゃないですか、つまり最高の器官が耳の器官なんですね、見るよりも味わうよりも聞くというのが最高の認識だからこれが立派だと、耳を打つというのが聖徳太子が、たくさんの人の興味であれが耳が立派だということは人格が立派だということなんですよね、老子という人は身が長かったということがある、それもそうだね、まあ、そんな風にですね、植物と人間人体との対応の中から自然に生まれてきたもの、これがどうも日本語の大和言葉と言うものの中でも中心のものじゃないかと、そうそう、もう一つ骨ってなりますね、はい、うん、骨は優れた、穂は優れた、根は根っこ、こう優れた根っこが私たちの体を貫いてるんですよ。まだ人間の体で何かありますか。人間の体はですね、はい、昔手足のことを枝と言ったんですね。枝と言った手足は、そうです、ですから真ん中は幹でしょう。幹は殻な、いながらの殻、はい、だから体、それからそこから絵が出る、はい、それから手足が枝、だから枝と言ってるところあるんですよ、現に古事記の中で手足のことを、はい、そんなことがありますと、もう全てのものがですね、身体が全部そのなんか歯もそうですね、歯で咀嚼しますでしょ、植物葉っぱがなければ栄養を取れないんですよね、ですからそれも同じっていうふうに考える、葉っぱの葉と人間の葉、そうです、対応させてるわけです、そうそうそうです、植物の目と人間の目、はい、花と花、はい、その対応というのは僕らが客観的に考えた時の表現ですよね、だから本来は彼は一体何をするもんだろうと、この体のものが、あ、俺は基本だから根だなとかですね、あ、俺は咀嚼して栄養を取るから歯だなとかって、そういうふうにこう共通してですね、生命活動を認識するという面白い現象ですね。 あと私たちが気づいてないものの中で、はい、ありますか、いくつかあります、あります、例えばですね、文字の話がさっきあったけども、文字が入ってきた時にどういうことが起こるのか、自分のやってることを何と言ったらいいのかってことは今まで経験ないんですから、何か言わなきゃいけないわけです。そうしますとね、まず文字を書くと言った、で書くっていうのは何かというと引っかくんですね、はい、引っかくの書くというのは今までヘラで時にこう模様をつけてましたでしょ、 あれと同じだっていうふうに考える、くさび型の文字ってのありますよね、粘土板文字、あれと同じですね、ですから あれかっていうので書くというものを引っかく時に使っていた言葉を文字に、当てはめるとかですね、字を書くことまでが書くにしたわけですね、引っかくことなんですね、はい、うん、ですから引っかくというのを文字を書くこと、それから、引っかくというのは何かといったらその部分を取ることじゃないですか、ね、えだから書きも知るなんていう書く、だから何々を書く、大事な要件を書いたとか書く、決議の決ですね、もうみんなもね書くといったという、今全部違う漢字が当てられてますね。そうです、そうです、ですから中国はそれ全部区別してるんですよね、日本人の分類っていうのはカテゴリー、部分が大きいんですね、ですから全部核だよとこう言ってしまう、中国語、いやそれは非核の核と血液の核と文字を書くと全部違うじゃないかっていうのがあるんですね、文明はそちらの方が発達をしてると言ってしまいがちだけども、そうではなくって、もっともっと本質的な動作に対して名付けようというのがですね、日本語じゃないかと思うんですね、うん、そういうのは他にもたくさんありましてね、例えばブラッドの血ですね、はい、うん、血が出た、血が出た、お父さん父って言うんですよね、お父さん父、うん、それからね、不思議なもののことを血って言うんですよ、イカズチ、オロチっていう、でこれもみんな同じ、お乳のミルクのもちもそうですね、極めて大事なもんなんですよ、
もう霊的なもの、うん、そしてそれを持ってるのがお父さん、うん、それから、人間の、血が体を養ってる、子供を養うものはお父だっていう、そういうある基本的な働きの中でこう分類をしていってるわけですね、日本人は。それを漢字を当てますとね、お父さんもミルクもブラッドも血もね、全部違ってくるから、現代人はもうそれ一緒だと言ってしまったら、お前違うよってこう学校では叱られてしまうんですね。つまり生命の根源であったり、人間が生きていく上で大事だったりするものが血で、そうです。お父さんもそうですからね。昔のお父さんはね、昔のお父さんは今だ。それからお母さんのおっぱいも大事。そうです。だからみんな血ですか。そうです。タラチネって言葉がありますね。いっぱいお父が充満をしているっていう、お母さんの基本的なものは子供を養う不思議な力なんですよ。それが父なんですね。うん、他にもいろいろありますけどね、我々が今お話をしてますよね、はい、これだって話すとか語るとかいろんな言い方があるでしょ。どう違うんですか。みんな違うんですよね、語るってのは騙すって意味ですからね。物語なんてのは騙してるわけですけども、フィクションですからね。いや、話すっていうのは口からその言葉をポンポンポン外にこう出してるんですね、はい、話す。だから受け合わせて無責任なんですよ。一番厳粛な言語行為はノルという、ノリと名乗り、一番厳粛なんですよ。それで一番気軽なのは話すんですかね、ポンポンポン話すわけです。ですからその話すというのは口から何かが離れていく、はい、つまり物が離れる、ね、話す、はい、もう物なしなんですね。離れる、話す、突き放す。ですからそういう言語行為を話すといったってのはね、見事な本質の理解じゃないでしょうかね。日本人はそう、本質的に同じ役割をしているものを同じ日本語にしたんです。そうそうそう。ですからその辺の本質をつかまえることが大事で、私感心しますのはね、諦めるって言葉なんですよ。諦める、ね、諦めちゃったと、はい、あれ要するに諦めるってのはもうギブアップしたよと、はい、もう嫌だよと、これやらだよっていう話でしょ。でところが諦めるですからね、明らかにするっていうんですよ。明らかにすることを諦めるというんですか、はい、古い言葉だと諦むですね。諦むこのことを諦むという、現代で諦めるというんです。それから諦っていうのが中心でしょ。明らかにするっていうのが諦めるなんです、はい、そうしますとね、我々もう放棄する前に一生懸命物事を考えるんですよ。物の実態を、今この仕事はどうだかって、できるかできないか、いつまでしなきゃいけないか、なぜできないかって明らかにざーっと見てですね、その大変なエネルギーの結果もう全部見てしまった、もうこれ以上見られない、だから分からないよ、でギブアップってことなんですよ。最初から放棄するんじゃないんですよ。あ、じゃあ簡単に諦めるのは諦めるではなくて、うん、もう努力して、そうです、最善を尽くして、そうそう、あらゆる手立てを、そうです、それでもダメな時に諦めるのが、そう日本語の本来の諦めなんですか。あの、ね、英語のギブアップもそうだと思いますよ。ギブがアップでしょ。つまり完全にギブされたんですよ、うん、でそこでもうダメだというのがね、ギブアップですから、その努力についてはね、世の東西を問わずそう言ってんだけど、現代人は自分勝手にね、何をしないで諦めたとこう言うんですよ。その辺が日本語を考えることによってですね、随分僕らの生活が違ってくると思いますね。私ね、こういう仕事をしていますと、はい、映像に映すっていうんですね、はい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 、それからカメラで映すっていうんですね、それから物を映すっていうんですね、はいはいはい、これどうですかね。同じですよ。同じなんですか。同じですよ。だから今は違うものだと思ってますでしょう、はい、例えば映像違います。あ、そう、漢字が違う。でその都度どの漢字を当てたらいいのかっていうことを、あの放送の場合でも大変こう考えるんです。辞書を引いたりします、ね、そうところが日本語の写すというのは一つだよということを考えるのが大事なんですよね。でなぜならば、要するにフィルムにあるものを向こうへ
光によって向こうへ別のものを作るっていうのがスクリーンに映すんでしょ。でところが今日映しましたって言ったらですね、住居はそのまま映ってってるんですよ。同じもんなんですよ。画面に映るというのも、はい、そうすると本来あるものが別のとこあるものが映ってきてここにあるので映すというですか。そうだ。だから一体それはコピーだっていうのは一体何を言う、あなた何を言ってんですかと言ったらね、いやこの材料とここに映ってるものとか実態が違うじゃないですかってのが現代人なんですよ。そんなこと言ったってこれご覧なさい、元ものだってこう見えるでしょ、作るものだってこう見えるでしょって同じじゃないですか。つまりその方が僕は本質的だと思いますよ。ってところがそれを漢字で書くと違うもんですから、そうなんです、ね、別になってしまう。だから柳田国夫っていう有名な水を書く、はい、あの人がですね、一番現代人の重い病気はどんな持病って聞く病気だって言ってるんですよ。どんな持病、うん、何か言うとそれはどんな字書くんですかって、ね、あよく我々も使ってます、うん、そうそう、あれです、はい、あれです、はい、うん、だから、例えば映像の映像を書くのか、はい、写真の写を書くのかってみんな写すだから、私たち毎日そういう仕事してます。そうそうそう、あの画面に写すテロップにどういう字を書くのか、そうそうそう、人とお会いした時にお名前はどういう字を書きますかと必ず尋ねます。そうそうそう、じゃあ私もどんな事情ですか。いやそれじゃないと、学校生活は成り立たないんですよ。放送もちょっと成り立ってるけども、うん、はい、だからそれをちょっと変えたらどうでしょうねということですね。つまりそういう漢字を取っ払ってしまって、そうそうそう、元の大和言葉に戻ると、そうそうそうです、そこに本当の意味がある。そうなんですよ。中村さんとおっしゃいますよね、はい、真ん中と村だと、で村ってのは群がるという意味ですからね、これも本来中国語なんですよ。軍というねものがねの元にあって、国という言葉ができる、ですから村がりなんですよね。村がるは村、村がって中の中心だという意味でね、村があるので村ですか。そうです、村があるので村、その真ん中は中だから、そういう人だと思えばいいものをね、それが中村さん軍っていう字ですか、村ですかってこう聞くっていうのはね、私もどんな授業なんですよね。中に重そうですけどね、うん、で先生ご専門の万葉集、はい、万葉集はどうなんですか、大和言葉、はい、それ見事なんですよ。見事なんですか。8世紀の中頃にできましたけどね、それである意図を持って、和歌を集めるってことを考えた。で漢詩を排斥をするというのが基本の考えなんですね、漢詩漢文を。そうすると何が起こってくるかというと、全ての表現が大和言葉によって出来上がっている、そういう詩歌集アンソロジーを作ろうというので出てきたのが万葉集。万葉集は大和言葉でできてるんですか。4500詩あるわけでしょ。その中に文字数で言ってもかける5、5、4、5、4で言いますとですね、5×5 ありますよね、超過なもった。そう、もう何万っていう言葉があるんだけども、その中で中国の外来語と言われるっていうものは、16ぐらいしかない。16語ぐらいしかない。4500詩余りの中で16語だけですか、うん、外来、中国から来たことは外来語、うん、でそれが限られてましてね、大体仏教語なんです。お布施をするとか、いう布施とかですね、それから談合地っていう、今旦那様とか、あれ談合地っていうサンスクリットですけども、とそういうことはとかですね、そういうふうに仏教語に限られているものの他にもう一つ通行手形、過疎っていうんですけどね、それがある、それだけなんですよ。だからもう極めて純粋に厳格に大和言葉、さっき申し上げた、弥生時代に、ね、出来上がってずっと日本人の生活に馴染んできた言葉で、表現をしたそのものを集めたっていう、すごい意図を持ってる歌手なんですね。大友のやかもちが編纂したと言われていますね、はいはいはい、ということは大友のやかもちは大和言葉の歌詞を作ろうと思ったんですかね。そうですね、あるいは天皇がそういうことを考えたのに応えたわけですね。では当時で言うと、うん、日本文化を守ろうとしたかもしれませんね。そうですよ、そうですよ。あ、そうなんですか、うん、つまり新興貴族が、藤原氏新興貴族が、はい、これは外来の教養や価値観で政治を行うわけです。
これにものすごい反発があるわけです。一派の一つ、その最たるものが古来の名門であったとこが大友氏なんですよ。これじゃいけない、それをこれを潰すっていうようなことが、天皇を中心として美しい伝統を守ってきた政治を実現することだと考えたわけです。そんなもうハイカラな外国の借り物のような政治はやめようっていうのがあれですから、美しき伝統の中心という意味なんですよ。それから古今集ができた時もそうなんですよ。美しき伝統の政治というものを願って古今集が出来上がる。ちょうど300年経つと新古今集が美しき伝統の金による価値による政治を行いたいというね、新古今集ができる。万葉集の時代に漢語もどんどん入ってきて使われているんじゃないんですか。使われてます。しかしそれはごく一部ですね、はい、高級貴族、高級貴族はね、外国語ペラペラ、はい、自分読めるし喋れるし、そういう人たちがやっぱり最高の詩人なんですよ。日本ってそういう国ですから、まあ、それでよくね、どんどん発展していったんだけど、ところがそれだけではないと。今は、ね、英語の教育も同じですよ。英語の必要だ、僕大賛成だけども、もう一つ精神の基本になるものはやっぱり大和言葉の教育だっていうね、そういう歴史をずっと日本は繰り返してきてるんですね。万葉集は読むものではなくて、はい、歌うものだというふうにも言われます ね、はいはいはい、そうですね。これの意味はどういうことなんですか。まず歌うという言葉はさっきの話に戻りますけど、訴えるわけですね。歌う、訴う、つまり人間の感情に訴えるという形式を歌と呼んだんですね。ですからもうこれは書くのでも何でもないんですよ。言葉、口頭のことは口の言葉、そこには抑揚もあるし、情念も込められているし、そういうものが大事だとですね。文字で書いてしまいますとね、もう極めて無機質なね、感情ないものになりますでしょう。それがまあ一つ大いにあると思いますね。ですから日本っていうのは大体そういう国なんです。非常に感情を尊重する国なんですね。それこそが、まあ、後々も物の哀れってことをね、元井の上が言いますけど、それを中心とする。でもう喋ることで、伝達はもう感情してしまうって。なるほど。今手元に中西さんがお書きになった全訳、はい、万葉集あるんですが、はい、これただ黙読ではダメなんですね。そしたらそうです、読まなきゃ、声出して読まないといけません。読みますとね、もう面白いんですよ。良き人の良しとよく見て良しといいし、良しのよく見る良き人よく見すとかですね、ちゃんとこうなってるわけです。ですから非常にこうリズミカルな、また面白いんですよ。今の歌はですね、漢字で書いてあるわけですね。そこにだから漢字を当てたわけです。その当て方もまた巧妙でね、良しという漢字を変えるんですよ。吉という字とか良という字とか祝という字とかね、変える。だから文字遣いの方は文字遣いでね、いろいろバリエーションを楽しんで書いてる。喋る方の人は良き人の良しとよく見て良しといいし、良しよく見る良き人よく見る良しという言葉の、話し言葉の抑揚とかイントネーションとかいうものを楽しんでるという、もうね、ものすごいこの、まあ、いわゆるバイリンガルとかでいかないけどもね、こうダブルスタンダードの教養があるっていうね。この万葉集というのは後の日本人の例えば文学ですとか感性ですとか、そういうものに影響してますか。もう基本にあります、あります、つまり日本人ってのは大体、そういう話し言葉の民族なんですね。中国は違いますでしょ。古典にこういったら書いてある、それが大事なんですよ。転居っていうね、古典がある。日本に転居ってないんですよ。教養の基本は四書五経でしょ。中国は無実。日本人は何が基本なのといったら言葉さなんですよ。笑う方に福来たるとかね、格言だったり四つ目を切んなとかね、そういうのは、悲しい言葉で頼りないけども、その方が我々普通でしょ。だって家庭で文字なんて使いませんもん。旦那さんと奥様はね、文字で話をすることだったら大変です。これでも最近メールのやり取りなんかも増えましたね。そう会話が減っているとも言われてますけどね。人間性の欠損、人間性の崩壊ですね。
この間の奈良国立文化財研究所の方にですねお話を伺ったところ、木簡の話を伺ったんです、はいはい、木簡は大事なんですね、はいはい、木簡とても大事ですと、はいはい、しかし当時一番大事だったのは言葉ですと、うん、そうそうそう、そうおっしゃる言葉というのは話し言葉という意味ですね、はい、文字も言葉の一つですからね、はい、書き言葉ではなくて話し言葉だという、もう極めてこれは本質的な素晴らしい意見ですよ。当時面白いのがありましてね、当時の手紙が残ってるんですよ、奈良時代の終わり頃、手紙ですから文字で書いてあるかと思いますとね、その手紙を使者に持たせて向こう行くんです。その中に、これから使者を送ると、で用向きは使者が口で言うよっていう手紙を持って行ってるんです。奈良時代の終わりですよ、それでもなおその方のおっしゃる言葉ね、要するに話し言葉がいかに大事かって、これはね人間性の基本だからですよ、うん、でそうしたことからですね導き出される日本語の特徴というとどうですかね、まさに話し言葉なんですね。話し言葉にある、うん、話し言葉って人間性を持っていて一番大事なのは対面性なんですよね。文字ってのは対面してないものに対する言語なんですよ。対面してれば話し言葉でいいんですから、つまり文字を人間が持ったということはですね、途端に孤独を知ったってことなんですね。ですからやっぱり話し言葉の復活、書き言葉オンリーのこういう言語体系からの救済ね、それが大事だと思いますね。そうした大和言葉の良さ、万葉集の時代の言葉の良さ、今の日本語にも残ってますか？今申しましたようにね、言葉に対する信頼は中国人ははるかに強い、そういうのが残ってますね。でそれから言葉の、私は親父ギャグということを言うでしょう、はいはい、あれはね言いますけど、うん、全くいけない、はい、ギャグがなければ言語っていうのはほとんどの機能を失いますよ、はい、うん、つまりそういう言葉のシャレが楽しいわけですよね、はい、それをね失うわけですから、あんな親父ギャグだと、で親父ギャグだって言って軽蔑する基本は何かというとですね、言葉というものの限られた役割の要求があるんですよ。つまり何事何かを伝えることが言葉だと思ってるわけですよ。だからもう法律なんかみんなそうでしょ。でところがそういう事実だけを伝える言葉っていうのばっかりで生活をしてたらもうたちまち息が詰まりますよ。ですからよく言うんですけどね、言葉の中で何割ぐらいが内容がある言葉で何割ぐらいが内容ない言葉を使うのがいいのかなっていうことをよく思うんです。家庭なんかですとね、僕は半分でいいと思う。内容は 50%、 あと 50% は余分の感動の言葉とかね、驚きの言葉とか共感を求める言葉とかものでいい、そういうぐらいですからね。今はもう全く僕は科学サイエンスの言語だと言ってるんですけど、情報言語ばっかりが尊重されるわけです。でそれ以外の 情緒的なね、感情的なものはねみんな軽蔑されてる。だからグドグド言うとそれで容器は何ですかってこういうふうに言ってしまうんですよ、うん、そうすると奥様なんかね、そういうのを君なじゃあ何を言いたいのって言ったら、そうよこれから言うのよってこうしちゃう、ね、それでいいんですよ、うん、でところが男は正解者なもんだからね、最初から最後まで容器しか聞かないっていう、そこにね現代人の不幸がありますね。万葉集を読んでいますと例えが多いですよね、直接いわゆるストレートではなくて、はいはい、愛していますというのもストレートに言わず何かに例えて言っていますよね。あれとこうギャグとこうどこか私は似てるところがあるなと思うんですよ。ギャグも例えですからね。おっしゃる通りですよ。物に寄せて思いを述べるというね、これ嫌なんだよって言って、あとどんなに嫌なのってね、今日の曇ってる空みたいに嫌なんだよってスッと分かるんですよ。あそれがね万葉集の基本の表現だから、そういう目は目とか腹は腹とかになるんですよね。私たちそういう会話減ってきてますよね。もうめちゃくちゃ減ってます、まあ、めちゃくちゃ日本語としてはまずいですけど減ってます、うん、その日本語というのはじゃあ太古の昔の良さ性質というのは残ってるんですね。残ってますね、ただそれはどこにでもあるんですけどね、ただこんなに長い歴史を保存している言語っていうのが少ないでしょ、
昔の言語がねそのまま残ってるっていうのは、はい、私もそれはあの英語なんかだってドイツ語なんかだって中世ドイツ語とか高知語ドイツ語とかいろいろありますよね。だからあるんだけども日本人はそういうものをよりもはるかにですね長いある一定の枠の中での生活環境をずっと続けてますんでね、もう1000年ぐらいのものはもうほとんど昨日のことみたいなんですね。弥生時代の言葉が元になってるっておっしゃってました、はい、ということは2000年間こう残ってる言葉が、はい、そうです、たくさんの言葉が残ってるということですか。さらに言いますとね、はい、弥生の場合は縄文時代でしょう、はい、縄文の言葉は普通ないと言われてるんですけど私はあると思うんです。それはまさにさっき申し上げたような単語一つですね、根とか葉とかいうその言葉はですね縄文に元のものを残してると思いますよ。お兄さんが兄でお姉さんが姉でしょ、アートが力で2と根の違いなんですよ。これは母音が違うだけ、心は 2N ですか、同じなんです。だから母音が同じ違って心が同じっていう言葉が言葉の分岐する最初なんですね。ですから女性の時には根と言おうと A をつけようと、もう男性は愛をつけようと任意しようというそういうのがね僕は縄文時代の言葉ではないかと思いますね。そうするともう1万年ぐらいついてる残っているということですね、で中西さんが一つだけあの例として挙げてくださった歌が四季の巫女の、はい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 、私が読むより中西さんが読んでくださった方がいいと思うんです。いやいやいやそのことないですけどね、まあ、普通に読みますと、岩走る垂水の上の沢田美の燃えいず春になりに行けるかも、この歌ですね。素晴らしいですよ、ね、だね、これもね岩走る垂水の上の沢田美の燃えいず春になり、ここまで内容は同じだいいんですよ、行けるかもはいらないですよ、岩橋も言いますよね、うん、それから、持てば沢田美の燃えじる春、これでいいわけですよね、になったと、持てば春になった、これだけで情報がいいあそうです ね情報としては春になったと言えばいいんですか、ね、そうするとこの岩橋るという、まあ、枕言葉ですね、はいはいはい、これはいらないんですか。いやいやいや、これはねもしなかったとしましょう、そうすると九十、はい、のほとりの沢田美のというだけで垂水の上のほとりの沢田美です。ところがその垂水は岩の上を走ってるんだよっていうのが岩走るでしょう。ですからこれはもう大変大事なイメージですね。つまりその激流がバーッと流れていくという川の流れの持っている喜び、生き生きとした躍動感、これがやっぱ春なんですよ。だからもう全体にこれは全体の生命を決定しているような最初の表現なんですね。岩場しようといった時に植え付けられるイメージで、それが、春になった。だからサワラビですからね、ワラビこれ実はゼンマイなんですけど、ぐるぐるぐる巻いてるでしょ、だから渦巻きとイコールなんですね。それからそういう渦巻きながらバーッと流れているとか、それ全体を統一しているのが岩場しろとこう言い始めた大事な言葉ですね。でまたリズムができてくる。そうですそうです。あの枕言葉って何なのかなって実は正直と思ってたんですが、それね枕言葉と名付けた江戸時代の人がいけないんですよ。枕なんかじゃなくてね、これは本質なんですね、はい、ちょっと頭をのっけてるもんじゃなくて、ですから結局ね私はそういろいろな言い方がありますけど、連合表現というんです、つながっている連合表現、これあのソシュールっていうスイスの言語学者の考えと似てるんですけども、次のものと一つになってワンセットになって表現が完結をするという、うん、例えばぬばたまの夜って言いますでしょ、はい、そうすると夜ってのは分かんないんですよ。夜ってどういうのか、それはあのカラス扇の実のようだよと言ったらカラス扇、ヒオ扇を知ってるわけです。真っ黒の小さな実です、 あれだな、実ですからね、魂なんですね、古代人は真っ黒な魂、それを持っている夜を言ってるわけですからね。